ご注文は、うさぎですか？は、日本の漫画家であるKoiによる4コマ漫画作品。略称は、ごちうさ。漫画タイムキララマックスにて2010年12月号掲載の後、2011年3月号より連載中。また、漫画タイムキララキャラット2012年4月号にてゲスト掲載されたほか、アニメディアにも2014年5月号から7月号まで掲載された。2014年、2015年と2度テレビアニメ化され、2017年にはスペシャルアニメの劇場公開が行われた。2019年に新作 OVA が発売され、2020年10月よりテレビアニメ第3期が放送された。高校入学を機に、木組の家と石畳の町に引っ越してきたココア。下宿先を探しつつ、休憩がてら喫茶店に入ると、偶然にもそこが自分の下宿先、ラビットハウスであった。ココアは、お世話になる家に奉仕をするという高校の方針により、ラビットハウスの店員として、そして、ラビットハウスの一人娘であるチノの自称姉として働くことになるのであった。劇中2年目の終盤には、チノの提案により、リゼの高校卒業、チノマヤメグの中学卒業のお祝いを兼ねて、旅行に出かけている。左から、通称、本名の順に掲載。以下、見出しを除き基本的に通称で、記述、一部キャラクターは、名前の漢字表記が不明。舞台は、木組の家と石畳の町と形容される。作者曰く、フランスアルザス地方のストラスブールやコルマールの町並み、ハンガリーの温泉チェスなど、ヨーロッパのいろいろな世界観を広く浅く、モデルにしているとされる。このため、テレビアニメの制作にあたっては、コルマール、ストラスブール、モンマルトル、リクビール、エギスハイムの町への取材旅行を行った。町には、ラビットハウス、カントアン、フルールドラパンなど主要登場人物に、ゆかりのある喫茶店をはじめ、いくつかの学校、図書館、温水プールなどがある。大陸ヨーロッパ風の家屋が目立つ街並み、クリスマスマーケットといった露天商など、建築物、構造物、植生、雑貨、大衆文化などは、史実の日本国内のそれとは大きくかけ離れている。看板や広告に用いられる言語は日本語、フランス語、英語、ドイツ語などが混在している。ただし、通貨単位は円が用いられている。公園や街路には野生のウサギが多く生息している。町の住民の間では、シストと呼ばれる宝探しゲームが有名で、町の至るところに宝の地図が隠されている。テレビでは、青山ブルーマウンテン原作の子供向けアニメ、怪盗ラパンが放送されている。Koi、ご注文は、うさぎですか？法文社。漫画タイムKRコミックス、期間9巻。日本国外では、台湾で先端出版により翻訳版が出版されており、各単行本の他に1巻から3巻、1巻から4巻、1巻から6巻、1巻から7巻の合冊も発行されている。コミックスは3巻以降、本誌掲載順と単行本収録順が異なっており、単行本向けに再構成がなされている。2021年8月からは B5 サイズの完全版コミックス、ご注文はうさぎですか？コンプリートブレンドが刊行されている。2014年以降に年1冊程度のペースで発売されている。期間4巻。いずれも発行は法文社、漫画タイムKRコミックス。2013年11月。漫画タイムキララマックス2014年1月号にてテレビアニメ化が発表された。同誌連載作品でのテレビアニメ化は、要も金色モザイクに続いて3作目。キャッチコピーは、すべてが可愛い。可愛さだけをブレンドしました。テレビアニメ第1期は2014年4月から6月まで放送された。ココアがすでにラビットハウスで働いているくだりから始まる原作と違い、ココアが下宿先を探す場面から物語が始まる。2015年1月、女神マガジン2015年3月号にて、テレビアニメ第2期の制作が発表された後、アニメ公式サイトほか、各種メディアでも順次発表された。2015年6月28日には、テレビアニメ第2期のタイトルが、ご注文は、うさぎですか?であることが発表された。同年10月から12月まで放送された。サンテレビ及び KBS 京都では、第1期は深夜枠で放送されていたが、第2期は東京 MX と同じプライムタイム枠での同時間帯放送が実施されている。第2期のキャッチコピーは、可愛いブレンド、おかわりいかがですか?すべてが可愛い、これからも。2018年9月16日に行われた、ご注文は、うさぎですか?Dear My Sister、スペシャルイベント、DMST パーティーにおいて、2019年に新作 OVA の発売、2020年にテレビアニメ、第3期の制作が発表された。2020年3月19日、漫画タイムキララマックス2020年5月号にて、テレビアニメ第3期のタイトルが、ご注文は、うさぎですか?ブルームであり、同年10月より、放送予定であることが発表され、8月19日に、放送開始日が10月10日であることが発表された。10月10日から12月26日まで放送された。アニメ化された経緯は、NBC ユニバーサルエンターテイメントとホワイトフォックスとで別の作品を作っていたことがあり、その流れで企画を持ってきたことがきっかけである。監督は、今作が初監督作品となる橋本博之が務めており、制作デスクの加藤進一郎の強い推薦があり、起用された。しっかりとした流れを作り、4コマ、漫画っぽくしないようにしたと語っている。シリーズ構成は、筆安和、ゆきが担当している。何人か候補が出ていたが、ソニ、アニ、スーパーソニコザアニメーション-の監督を務めていた、河村健一の推薦で起用された。また、サブライターとして、井上美代が起用されている。男性ばかりだと男視点に偏りがちなので、女性スタッフが欲しかったと語っている。第1期では、青山ブルーマウンテンが登場する回は井上に、お願いするという形であり、第2期ではモカが登場する、第5話、第6話を担当している。また、第1期制作時には打ち合わせを進めていくうちに、橋本の中でラストのイメージが固まっていったので、最終話では彼が担当した。なお、第2期の最終話も監督自ら脚本を手掛けている。主演を務めた桜彩音は、本作について何も起こらないのに、本当に大丈夫なんだろうかと思い、手探りで手応えのないまま役を演じ、何も起こらないことに対して、そこまで反響が来ることに、キャスト一同びっくりしたと、アベマタイムズのインタビューにて語っている。お笑いコンビの藤原は、同じくお笑いタレントの岩井勇気に勧められて、本作を実況する動画を投稿し、おもんないと評価。これに対し岩井は、ごちうさの楽しみ方がわからない。異次元に放り込まれた藤原さんのリアクションが面白いとツイッターで返している。流行語第1期の放送時には、ああ心がぴょんぴょんするんじゃという流行語が生まれ、アニメ流行語大賞2014で第4位となった。これは作中のセリフではなく、オープニングテーマ、デイドリームカフェの冒頭の心ぴょんぴょんというフレーズとすでにあった。別のインターネットミームが合わさってファンの間で広まったものである。その後、2015年4月25日、26日に行われたニコニコ超会議2015のアニメブースでは挑戦者がランニングバンジーのゴムの力に耐え、ああ心がぴょんぴょんするんじゃと叫びながら抱き枕の獲得を目指すアトラクションが公開された。続く第2期では新オープニングテーマ、ノーポイに合わせて、ああ心がポイポイするんじゃーとなり、アニメ流行語大賞2015で上位ランクインした。オープニングテーマすべてのシリーズで、メインキャストの桜彩音、水瀬いのり、種田理沙、佐藤さとみ、内田真礼によるユニット、プティラビッツが歌唱を担当する。エンディングテーマ、日本国外に対しては、クランチャイロル、ビリビリを通じて配信された。また、2016年7月にアベマ TV の深夜アニメチャンネルで全シリーズの一挙配信が実施。以降もたびたび第1期、第2期やスペシャルアニメを合わせた一挙放送が行われている。2017年5月7日に NHKBS プレミアムで第 1.1012 話がアニメ評論家の藤津亮太の解説でセレクション放送。ニコニコ動画での公式配信動画は同サイトで公式配信されたテレビアニメの中でも異例の人気を誇り、特に無料で視聴が可能な第1話は第2期配信前にして500万再生、100万コメントを超えている。また、2018年2月19日に1000万回再生を達成した。約3年10ヶ月での達成となった。放送局配信サイト BD、DVD 第1期、第2期とも1巻あたり2話が収録されており、特典 CD などが付属。1期第1巻は収録映像の一部に不具合があることが公式サイトから発表され、該当ディスクを販売元に送付することで修正版と交換される措置が取られた。ご注文はうさぎですか？ラビットハウスティーパーティー2016発売日2016年11月25日ブルーレイ初回限定版品版草 -1800 DVD 初回限定版品版UMPA-23802016 年5月7日にパシフィコ横浜国立大ホールにて開催されたイベントを収録。CD アプリ LINE スタンプ着せ替え、ご注文はラジオですか？のタイトルで2014年3月26日より、音泉、響きラジオステーションにて毎週水曜に更新。2014年7月23日から9月24日までは毎月第4水曜日更新。全16回。出演は、桜彩音と水瀬祈り。2015年9月30日から12月30日まで第2期ご注文はラジオですか？ラビットハウスへようこそが音泉響きラジオステーションにて毎週水曜日に更新。全14回。出演は水瀬祈りと種田理沙。2020年7月7日からご注文はラジオですか？ブルームが公式 YouTube チャンネルオンイズミにて配信されている。出演は毎回入れ替わり。ご注文はラジオですか？イスザオーダーラジオ、ちまめたいのポッポロンラジオが2016年7月2日から2018年6月25日まで文化放送にて放送していた。2017年12月30日までは毎週土曜日26時-26、32、第79話の2018年1月6日から3月31日までは、毎週土曜日20時30分-21、00、2、第93話の2018年4月2日からは、毎週月曜日21時-21、32放送。出演は、ちまめたいの水瀬祈り、徳谷空と村川理恵。アニメユニバーシティコープサイト内の特設ページにて、最新2回分のアーカイブ配信が行われた。ご注文は、ラジオですか？ウェルカム、さ、が2018年7月2日から2019年7月1日まで文化放送にて放送していた。2019年3月25日までは、毎週月曜日21時-21、32、2019年4月7日からは、毎週日曜日25時30分-26、00に放送。出演者は、桜彩音、種田理沙、佐藤里美、内田真彩の4名から入れ替わりで各回を放送する。2回目3回目は、ナイター中継のため7月12日と7月19日の木曜日で放送。番組ページなどは、ちまめたいのポポロンラジオのものを引き続き使用し、アーカイブ配信も同様に行われた。2016年5月16日に新作アニメエピソードの制作が発表され、同年9月25日に劇場上映されることが発表された。2017年3月18日にはタイトルがご注文はうさぎですか？Dear My Sisterであることが発表された。公開は当初2017年春の予定だったが、2017年3月9日に制作上の都合により公開延期が発表。2017年11月11日から全国40館にて劇場上映された。原作5巻の3話分をもとに制作されており、原作1から4巻をもとに制作されたテレビアニメ1期2期の事実上続編となっている。制作会社はクレジット上ではアニメ1期2期の制作を担当したホワイトフォックス、キネマシトラスからプロダクション DA に変更されているが、プロダクション統括をディオメディアの社長である小原満が担当し、艦隊コレクション艦これからなどのキャラクターデザインを担当した松本真由氏と井手直美が創作画監督として参加しているなど、実際の制作作業には今作において制作協力としてクレジットされているディオメディアのスタッフが数多く参加している。スタッフ主題歌興行成績期間全体での興行収入は3億8000万円。2017年11月 11.12 日の初日2日間で全国40スクリーンでの公開ながら観客動員数7万9000人、興行収入1億200万円となり、映画観客動員数ランキングで初登場第4位を獲得した。また、ピアの調査による初日満足度ランキングでも満足度 91.5 となり、第4位を記録した。関連商品ご注文は、うさぎですか？ Dear My Sister 発売日、2018年5月30日、ブルーレイ初回限定版、品版、UXA-1217、DVD 初回限定版、品版、UMA-1457 世界がカフェになっちゃった。スペシャル CD、サウンドトラック CD 及び2017年11月18日に、ZEP 難波にて開催されたライブのダイジェスト映像を収録した BD、DVD が付属。CD については、テレビアニメの節を参照。2018年9月16日に行われた DMST パーティーにおいて、2019年の新作 OVA 発売が発表された。2019年3月19日にはタイトルが、ご注文は、うさぎですか？Sing for Youであることと、発売予定が同年秋であることが発表された。同年5月17日に、発売予定日は2019年9月26日と発表された。制作は、Dear My Sister に引き続きプロダクション DA が担当しているが、制作協力は、ディオメディアからエンカレッジフィルムズに交代している。スタッフ主題歌体感型ゲームボードゲーム。携帯型ゲームモバイルゲームご注文は、うさぎですか？に関するカテゴリー、ご注文は、うさぎですか？ワンダフルパーティーに関するカテゴリー、ご注文は、うさぎですか？ディアーマイシスターに関するカテゴリー、ご注文は、うさぎですか？シングフォーユーに関するカテゴリー、ご注文は、うさぎですか？ブルームに関するカテゴリー、ありがとうございます。